トヨペット株式会社は、兵庫県神戸市兵庫区に本社を置く、トヨタ自動車のディーラーである。立川義作が経営していた、マッチ工場で使う機械を製造したり修繕する、金木製機所を起源とする。この金木製機所が、1927年、ゼネラルモーターズが大阪に工場を作った時に金木、自動車商店というボレーのディーラーとなる形で、発足した。戦前に、 辰川義作が、沈騰市、西南市、上海市などでもマッチ工場を経営していた時に、金木商店はここらにも出張所を構えて、中古車を販売していた。後に、トヨタ自動車のディーラーとなってからも金木商店として、経営を続けていた。1956年トヨタ自動車が、兵庫トヨタ自動車にもう一軒販売店を持つように、行った際に、金木商店が、 神戸とヨペットに称号を変更する形で神戸とヨペットが生まれた2003年第27回全国トヨペット展サービス技術コンクール入賞2007年第28回全国トヨペット展サービス技術コンクール入賞2009年第29回全国トヨペット展サービス技術コンクールペイント競技優勝ボディ競技準優勝 神戸マラソンでの大会サポートカーは神戸とヨペットが提供している。ありがとうございます。